はい、お疲れ様です。マッピーです。神のアタック上がって魔の HP 下がって竜の HP 上がってということで、この神ターンの使用率が 32% っていうバケモンみたいな補正ですね。であとヒュッポノスもちょいちょいいるっていう感じなんですけども、使っていくのはこちらです。このラニコン号で超ゴマのイズーナを使っていきます。というのもね、このイズーナが実装された時ね、自分ガチャ引いてたんですけど引けなかったんですよね。で正月に改めて行くことができたんで、今回この10日のイズーナ、こやつが特殊コブ持ってて混合条件っていうね、ものなんですけど、置いた時にね、この、まあ、コブということなんでデバフ効果を打ち消しながらアタック 1.1 倍かけて、自分の盤面のね、その自分のキャラゴマ1枚につき通常ゴイダージの 60% の特殊ダメージで最大 130% と、でコンボスキルが自分のキャラゴマ1枚につきアタック 1.25 上昇の最大 1.8 倍っていう感じなんですけど、この火力としてはね、最大火力でだいたい4400ぐらい出せるんですよね。で今日は神のアタック上がってるんで、もうちょっと出るっていう感じなんですけども、あのこういうねスキルで火力出しつつコンボスキルバフ上げられるってことなんでね、まあ、神の S アタッカーとして混合デッキで使ってくださいっていう性能なんですけど、正直ね、まあ、イシュタルとかがライバルになってくるんであんまり見かけないんですけど、ただ特殊コブでそんだけね4400ぐらい軽く出してくれたら、まあ、全然強いですし、コンボも 1.8 倍出せるという感じなんで、まあまあ悪くはないかなと思いますね。はい、で今日の補正でデバフしてくる相手がいるかどうかっていう感じなんですけど、まあ、ヒップノスに対して使えたらなーっていう感じで、あと金馬採用ですね。今後といえば祭り入れるのもありなんですけど、てかもう大体祭り入れてると思うんですけどね、あの神ターン相手に祭り置いて火力勝負っていうのはちょっと分が悪いんじゃないかなと思ったんで、神ターンがこんだけ多いんだったら、まあ、金馬採用かつブラジェ抜いてときめ採用ということで、こいつでやっとしてやらせていただきます。あと金馬は、ヒップノス対面でも活躍するんでね、もちろんときめもそうなんですけど、まあ、要は神ターンとヒップノスを意識した混合って感じですね。でヒップノスとか来たらなおのことコブムなんかも使えるんでね、はい、お願いします。あとは進化エアって感じですね。進化だよねこれね、エアね。はい、まあ、エアは普通に強いんで入れます。体目当てで HP が上がるんでね。さあリアンツイル来ましたと。どうしよう、初手締め切り打っとくか。もう別にいいよ、リアンツイルカットできたら美味しいくらいで。逆にねクラリの火力下がりながら打つのもありゃだし、初手罠とか切ってきたらトネルムでぶち抜けるんで、オッケーオッケー、上等上等。これカットできた。あー、なんか銀白引いてら。銀白か。おー、死後引いた。これ多分成り打ち分が悪いな。死後にしましょう。クラリでもよかったかな。まあ、一旦これ死後で様子見つつ。銀白引いてんか。まあ、マデッキ濃厚ではあるな。今日魔の HP ちょっと高くて。おー、食毒。だからこういう時に、イズーナが活躍してくれると思うんですけどね。はい、おお、ときめか。オッケー、ときめ出しましょう。いいっすね、ときめ1500以上なんでね、うん、まあこの銀白にも引っかからずで、銀白だけだったら相手もリリティエとかと読んでくれたら美味しいぐらいで、オッケー、それで回収できないと、まあこれでちょっとバレたかもしれない。あいつときめんだなって。おっと、スキルレベル上がってないのは激アツではあるね。これ激アツです。これトネルムでぶち抜いて金馬張りますか。よいしょ、オッケーオッケー、スキルレベル上がってないのは激アツです。これ激アツ。よし、しかもリアンツイル切ってるから、こっからバースト難民になってほしいけどな。スティーリア採用か。残りのエース多分神ゴマだと思うな。マエス三積みはあんま聞いたことないよな。まあでもリアンツイルリーダーだからな、あのリアンツイルは入らないとしても、あのなんだっけあいつ、あいつ、エンリルとか入ってる可能性もあるな、わかんねえ。とりあえず金も張ります。よし、オッケー、おおむね毒ダメージはこれで面倒見たな。イグナツぐらいかな入ってるとしたら、まあ、これでバフォメットとか入ってたらバケモン、でも全然ありえるのかわかんねえ。一旦金も張りつつ時めもあって、おい金も来たー、エア引きたくなってきたー。まあ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 、ランタ引けてるんでね。オッケーオッケーオッケー、オッケー、これ一旦ユンジェ、あー待てよ、こう、まあユンジェだな、ユンジェ出して、スイッ、オッケーオッケーオッケー、ときめがどこまで頑張ってくれるかだな。おっと、罠ゴマね、マイティ濃厚ではあるな。これエア引きてえな。はい、えい、イズナ引いてく。うわー、やりづれーこれ。どうしよう。
きついな。とりあえず打つとしたらクラリかな。なんか余計なダメージもらいたくねえな。まあいいか、この辺いっとくか。よいしょ、ういオッケーオッケーオッケー。安く回収しましょう。つっても結構 HP 余裕ないですよ。まじいですよ。これまずいです。ワンチャン A さん当てるせいとあったかな。いやでも言うてこれ無視されるよな。無視されるときついって。一旦こっちですね。でこれで A4 とか打ってくるか。まあ A4 ってきたら相手どうせなくなるんで一旦美味しいんですけど、 E6 もあるかな。特殊ダメージ出さずに E6 みたいな、意外とだるいよ。まあでもこれここで回収しとかないとあれですね、金満に当てられて終わるんで、これでよかったとして、うわきつー。そこイグナーツあるのきつー。あいつ取ると金馬通るから、まあ取るしかないですね。よいしょ。いやまあでも一応金馬効いてるんでね、B6 耐えるしかないっすよ。でこいつのコンボね上がってないんで、でかいんですよね。2000しか出ないから、これで耐えればワンチャン。あとロックきついかもね。頑張れ、俺は最善は尽くしたはず。でも悩んでるからこれデカとか持ってないな。デカバイセがない。銀白捨ててきたそんなに俺のときめが嫌いか。よいしょ、ときめどうしても発動させたくないって感じですね。 OK です。さーてとやるしかねえこれやるしかねえっす。一応金馬コンボは最大火力出るような1、2、3、4、もいくえ。イズーナでも上等なんだよ。よーし、危ねえ、普通に危なかった。まあ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 、でも逆にこれイシュタルだったら危なかった説あんのかな。どうなんだろう、火力足りずにみたいな。もうちょい捕食と火力どっちが強かったのかな。まあでもときめ刺さらんかったな。めっちゃ刺さりそうになったのに全然刺さらんかったわ。ずっと警戒されてたな俺のときめ。まあでもそれでね、睨みを聞かしたことでね、うまいこと耐えていったんだね。危ない危ない危ねえ、マジで怖かった。金馬とスティーリアか。神ターン意識してんな。まあ神ターンを意識した構築が来ると結果的にこっちもしんどいんでね、結果的にこっちもしんどくなるっていうね。やめてもろて。あ、来た、ヒポノスタイム。これイズーナタイミング見てぶちかましたよ。おーい、おい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 、でも初手イズナ火力出ないんで、もうこれ出かけるしかねえ。初手から使えないのはしょうがない。まあしょうがないです、これは。しゃあなし、しゃあなし。イシュタルだって初手から打ってもね、火力に余剰出るし、使いたくないし。いた、お前初手から最強かよ。おい、朝から焼肉かよ、えぐいて。ほい、言うんじゃないっす。まあ、この時点でもいいね、イズナなかなかの火力が出してくれるんですが、このデッキ祭り入ってなくて、あれ打たれたとして、まあ、普通になる1でいいか。よいしょ、1996、俺の生まれた年そう、俺あのユンジェの好きなところ、乱体状態で 1.05 倍の時ね、これ1996になるってことは自分の生まれた年になるっていうね。これ豆な、あの今気づきました別になんかこれ知ってたとかじゃなくて今気づきました。さあ一回守護者行きまして、金馬とかときめとか引いた時に変置きしたいんで、ちょこれ1回 X から行きますわ。で2000残しつつ、あとロック地味にやばいんでね、この俺フェリアだったらよかった、やば、これねフェリアだったらよかったんですけど、俺ラニなんでイズナ出せないですよね、ロックから。危ねえ、しかもコロネありがてえ、これ守護のコンボで通過できるわ。あ、マジで危ない。もう俺フェリア持ってないんでしゃあないっすフェリアないんで。オッケー、火力出しながら、いやでかいっすよこのロック、めちゃくちゃでかい、めっちゃでかい。なんならロックされなくても俺コロネ出してるぐらいだから、このロックは一旦無駄にさせたよ、相手のターンを。でかすぎる。これ手滑って C2 とか打ってくんね、ダメ手滑れ C2 来い。おー、なんか手滑った、ラッキー。これぶち抜きますやった、手滑ってくれた。じゃこれもイズナ行きますわ。ヒップのデバフなんて知らないもんね。ふいふいふうふう、あ、気持ちいい。お、ちょっと残ったちょっと残ったけど、まあ十分っすね。よしよしよし、まあでもこれ相手手滑らなくても俺金馬入れてたんで、なんとなんか7でいけた感じがする。お、いいっすね、特殊コブ。火炎とか相手の極炎とかに使えたら
いい感じもするし、でコンボ 1.8 倍か、まあ、コンボ 1.8 倍って考えるとイシュタルの方が、いろんな対面見るならね強そうな感じはするんですけど、悪くはねえ。よいしょ。イズーナって聞いたらさ、俺パズドラのイズン&イズーナが浮かぶんすよね。で実際なんか北欧神話でそういう神様いるらしいんですけど、ただイズン&イズーナっていうか、このねなんかそういうなんかイズンとイズーナってなんか双子の神様なのかなって思ってたんですよ昔は、俺が高校生の時ね。ただ違うらしい、なんかね同一人物らしい。イズンのことをイズーナとも呼ぶし、イズーナのことをイズンと読むみたいな、言うたら孫悟空とカカロットみたいな感じですね。孫悟空のことカカロットって言ってるのと同じで、なんかもう同一人物らしいんですよね。俺はイズンとイズーナがなんか別々で存在するのかと思ってた。でもそんなことはないらしい。こいや、うえーガブー。耐久か、あ耐久なのか特殊なのかどっちなのか。ただ今日のおせ耐久ガブ耐久、うわーでもあるか、一応あるか。まあ一回これちょっとこっち切りますか。どうせ物理カットされるんならこのクラリから切っといて。うわー耐久だったってなったら俺のイズイズがイズイズってかイズーナが、うーん微妙ではあるな。しかもこのなー、うわーデカ切るしかねー。オーマイガーではある。どうしようこれこれきついっす。とりあえずデカ切りますわ。どうせ発動しないと思うんでね、このキリンも引いてる時点で耐久って分かってるんでって言いながら、なんかちょっと途中で火力とか出してきたら、なかなかだるいけど、耐久と見せかけてちょっと実は火力も出ちゃいます的な感じだったらだるいけど、エアにエアでがエアが頑張ってもらうしかないな。これエアに頼るしかない。んやー、まあ 1.7 倍かかるんでコロナ1回殴りますわ。よいしょ、せい、んーオッケー。まあ、カット、うわカット率高いね、カット率高いね。あーシラ引いてるー、きつー、これきつい。はい、トンネルム、うわトンネルム大事で割るよ。がーどうしよっかなー。あーダリー、これどうしよう。あっち打ってあっち打たれて、あれ立てて、ディアレて、ちょワンチャンかけていい、俺黒虎定石行くわ。これワンチャン行くわ、もうこれ、これもう黒虎定石行こう。ワンチャンもそれで行こう。で一応ときめも発動できるかもしれない。いや無理か、さすがに170。あそっち来る、でかい。うわこれどうしよう、 X って C6 打ちたすぎる。ブラダマンテ、トネルムこれ賞味期限あるんだよな。ただブラダマンテ多分あんまいらない気もする。うーんまあいいや、行ってみよう。何でも経験やってみよう、何でもかんでも経験です。C 中垂れたら D に打って、 B さん垂れたら A さんみたいな感じでいって、とにかく C6 を狙っていけ。これ多分 C1 来るよね、 C6 打たれたくないよね。 OKOKOK、 まあ何でも経験ですよ。あーでもこれ D に打って俺相手に B さん打たれたらだるいんか、先に俺が B さん打ったら C さん相手返せ、あ A さん打たれるか、でもその後 X でいいな。でこれちょっとトンネルも賞味期限切れそうなんで、はい紹介しておきます。あーでも俺 D に打たれる、その後いや A4 に打つか、 A4 に打ってからの方がいいな。うんそうしよう。どうする、 OK、 それでかいっすよ。で D にダルクはあるけども、おおしよしよしよし、オッケーオッケー。でこれで当てまして、で D に打たれたタイミングで左ウェックスって A さん打たれて稼働って感じか。これ乱体どこで切るか悩むな、相手あんま回復スキル使ってないな今のところ。あと意外とこの評価群青が D
出てないような気もする。あ、リポーズ、このこういうリポーズ相手にね、イズイズは活躍するよ。で、いやでもこの D5 なんかキモいなこの D5 キモいな。これ先左下 X 打ったようないい気がするんだけど、次ディンザルだったら俺左下入れないよね。はい、じゃあ先左下いくわ。あとこれ このいう時祭りないのなんか辛いな祭り抜いといてあれだけど、こういう時祭りないのなんか辛いな。でも耐久いるんか今日の補正、それ予想外です。おっと、あーこれあれか、俺が A6 打っとかないと相手にあれですね、 A6 先入られるんで、これさすがに A6 打つしかねえか。イズーナ、あーダーリー、ちょっと待って、これ左 X 打ったら、いやまあそうだよな、ダーリー、これどうしようかな。A6 打ったとしてあれ打たれて俺 E6 打ってるから、いや、ランタイ打つの絶対ここじゃねえよな。もうしゃあない。イズナと。こんなタイミングでイズナ打たされてる。まあでもコンボ 1.8 倍なんで。悪くはないでやろう。さあ、これで相手は英語か、あれか、あれかって感じか。オッケーオッケー。まあ盤面は悪くないと思います。あー、イズナの出番が。いや、イズナコンボ要因ですね。これはもう。俺が E6 に打って相手に英語に打たせて。コンボぶちかますか。よし、守護者引いていく。オッケー、これもイズナにコンボ要因ですね。さあ、チャージも溜まってきたんでね。いいですよ。だったら俺のときめ、お前もうちょっとコンボなんとかして発動しません？気合い入れろよ。気合い入れてコンボ発動してほしいな。これあれだな、 A3 にコンボ強いコマ打って F5 にコンボ強いコマ打って、なんや、6枚返し、6枚返しでぶっ飛ばしたいよ。無理かな。はい、うーん、これ発動しないやんけー、これ発動しないやんけー。でもコンあれだな、守護のコンボクソ強くできる。待てよ。あーでもあいつだるい。いやこれあれだな、 A3 打って A2 か、 A2 に打って左ウェックス打たして、うんでコンボ2倍ともう1枚何かしらでぶっ飛ばすか。金馬 OK。 あーでもこれいやそうでしょう、とりあえず金馬だな。はい、でこれでコンボ2倍の、何 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚返しだ。やめろ、デバフやめろ、冷やすやめろ。冷やす入ってないでしょ、入ってないよね。入ってたら怒ります。入ってるわけねえだろ。ういー、来たー、これ気持ちいいぞ。よし、これ行くしかねえ。すべてを蹴散らせ、セメタリーオブファイヤーザラーイ。うん、全然俺10枚返しとか言ったけど、ごめん、パチこいた7枚だったオーケー、ナイスー、気持ちいい。あんまイズな活躍しなかったな、デバフ入ってたのに。いやまあタイミングっすね、さすがにエアの方がこの対面は活躍するんでね、もうこれタイミングっす、しゃあない。ナイスー。いや今の気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。よし、なんか神田もっと来ると思ってたんだけどね、意外と来ないのか。まあ別に来なくていいんすけどねイズーナの活躍させるって考えたら来なくていいんすけどね。シェムキリーとかでカットされるとこ見たくないし。あー来た、ヒュプノス。まあこれはイズーナの、あれですよ、コブがささあ、やばんかよ。いいよ、デカ切ってやるよ、出がなしでやってやる。さあ、初手ベ、さっきアルカドぶち込まされたかな。やめろ、アルカドつな。おお前も出が入れてんのか。オッケー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 、それはいいっすよ、よろしくお願いします。さあブラダマンテ切って、せい、うん、いいっすね。デバフが来る前にブラダマンテ消化。あと、相手のコンボがライフバなんで、さっきと同じ感じで行ってもいいよ。俺の引きがあれだったら。ここで、ときめとか金馬引かなかったら、そうそう、こういうことがあったら、X 行こうかなって思ってました。で、これ一応ロック警戒しておきますわ。はい。
で、まあ一応さっき6来たからな、怖いからな、一応警戒しておきますよ。あんまこのタイミングで6打たれることないんですけど、あー、オッケーオッケーオッケー。てかシェムキリ入ってんだ、ヒュプリ。なるほどね、オッケーオッケーオッケー。よし、トンネルム、まあまあトンネルム切りますか、コンボ強いしな。オッケー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 。いや理想的ではあるな、だいぶ削れてる。まあランタイ消えてんのが一番いいっすね。ランタイの笑顔見てるだけでね、火力っていうのはモリモリ上がってきます。そう、全部ランタイに通じてるんで俺たちは。どうだ、ちょっと悩んでんな。デバフ、うわー、めっちゃイズーナの出番じゃねー。これ次のターンイズーナぶちかまして、シム切り、あーめっちゃいいね。いやこのシムめちゃめちゃいい、めっちゃいい、これめちゃめちゃいい。相手のヒップのその賞味期限あと2ターンなんでね、両方カットしてやるわ。で相手のデガのライフ輪もこれで見れるんで、いやイズーナ出番っすよこれ、めっちゃイズーナ出番。これ以上ないぐらい出番。おっとイズーナ、イズーナー、イズーナ、はい、はい、出番来ました。でヒップに踏みは入らないはずだよ、だよ、行くよ、ふう、よーし取った、でけー。デバフなんのその。さてこれでトネルムを取ろうもんならシェムキルのコンボが2枚返しで通るぞ。でロックも問題ない、最高のイズナ来ました。いいっすね、ヒュプに対して火力全然なんか無視して出せるのはいいっすね、面白いね。どうする、あーなんか相手神タンかな、神しか飛んでこねえ。あでも、あまあでもあれだ、今わらごま飛んできたの。直前に撃たれた駒を忘れる男、ほら生かしてもらいます。スイッ、うい強い、ナイス、オッケー、勝ちだろ。 B4 になんかやべえ駒来る、いや ないですね、大丈夫ですね。あビラ来た、まあ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 これ守護で無事かましましょう。スイッ、うい行ってこい、はい、奥義ナイス、よし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 、GG であるな。あこれはちょっとイズナも強いし、あとランタイだな、なんだかんだランタイ強すぎだの。お前1枚で全部終わるわ、よーし、あーいいっすね、普通に勝ってんな。てか今後強え、そろそろ神タンとか来そうだな、 32% ぞ、そろそろ来そう。でも俺は確保できてるよ、いつでも来いよ、ファイヤー、ファイヤー、これ誰だっけ、うわーなんだっけ、これコンボヘイスト持ってるやつじゃなかったっけ、スキル回復コンボヘイストのなんか進化前っぽい見た目してる。じゃなかったっけ、これ当たってたら褒めて、なんか俺見た覚えあるわ今のキャラ。おおまさかの、まさかのアンリュー、金馬めっちゃ刺さるし、ランタイ引いてるし、初手ポリュー、うんめっちゃいいな。まあでもこういう対面イシュタルより火力の出せるあの相手の方が強いんじゃないかな。ワンチャンアルドとかキールとかデバフも入ってなくもないからね、暗黒は。あーランタイかれてな、俺もランタイ引いてるんですよ、俺もランタイ引いてるけど相手もランタイ引いてた、怖っ。てか今日のせいアンリュはめちゃめちゃ勇気あるな、神タンとヒュプノスにしばかれそうなイメージしかない。まあ心に炎を飛ばしてるんだろうな、ファイヤーだけに怖くないんだろうな神タンが。そんなに、おいーマジ、ちょ帰ってこい帰ってこい、おい心を燃やせ、心を燃やすんだ、おいー通信はでもしゃあねえ、そういう時たまにあるわ、わかるよ、本当にアルド入ってたわ。これイズーナ引いたらね、もうそれだけで仕事完了ではある。あーはー引かなかったけど、まあ、一回これグエリ切ってで金まであれですね、キンキンゲーミングですね。さあ呪いかけるぞ、そうか今日竜の HP 上がってるから呪いのダメージもバカにならねえ。これ帰ってきたかな、鱗を打ってきたら帰ってきたっていう判定、おおこれ帰ってきてない、
この右 UX は返ってきてない。マジかよ、かわいそう。マジか。まあまあまあ、かわいそう、かわいそう、かわいそう。じゃあこの時間の間何しようかな。 OK、 じゃあ北欧神話5体答えようぜ。今からあの俺とさ、ネプリーグごっこしようぜ。パズル&ドラゴンズに登場する北欧神話の神5つ答え。ティ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 多分、これ帰ってきてんの、これわかんねえ。これはもうあれですね、賞味期限切れる前にトネルム打ちます。もう俺はもう相手の辻切れてると思うんで、もうちゃっちゃと削りに行くぜ。ちょっと待って、あと実際なんだっけ、北欧神話。ちょっと待てよ、ロッキー通るイズナ&イズナ、あと2体。ちょっと待てよ、北欧神話、ロッキー通るイズイズ、ちょっとエア撃たれた、怖っ。はい、イズナ引いていく。そうですね、イズナ、こんなタイミングで来るとはね。あ、これ D5 の方が軽く出たかな。あ、でも呪いで勝ってそう。よしよしよし、ちょっと待って、あと2体なんだっけ。貴族星と火だよね。うわ、アポロンだよね。あれ、ちょっと待って、あれアポロンだよね。貴族、あれアポロンだったよな。火属性アポロンでさ、なんか炎のバフみたいなだったよな。あれアポロンだよね。あれアポロンって北欧のキャラだったんだっけ。ちょっと待って、忘れた。で、火属性がなんだっけ、忘れた。あれなんだっけ、アスタルトじゃなくて、うわ、あ、フレイヤーだ、フレイヤー。あ、フレイとフレイヤーだ。え、フレイとフレイヤーだ。アポロンじゃねえ。じゃあ、アポロンちゃうわ。アポロン、あの光やわ。アポロンじゃない。フレイとフレイヤーだ。フレイとフレイヤー思い出した。フレイとフレイヤーだ。オッケー、ファイブリーグ達成です。さあ、ヒップのつけた。なんで神タンこんな来ないの。なんで神タンこんな来ないんだよ。少なすぎではあるか。思い出した。まあ俺ももともとパズラ実況者だったんだね。さすがに思い出せる。なめんな。あのネプリーグのファイブリーグのさ、なんかあれ、あのほんまごめんってあれ、なんか様式美よね。毎回なんか、いなんだろうな、あの2、3回に1回はあれ聞いてる気するわ。ほんまごめん、あーほんまごめん。あれ毎回聞いてる気する。なんかみんなが分かりそうな回答先に言っちゃう的なやつでしょ。だから AKB48 のメンバー5人答えよと言われて、あーほんまごめん、大島優子みたいな感じでしょ。毎回あれ見てる気がするわ。うーん、なんとも言えねー。あえてこれ神タンか、神ブラ出してんじゃん。ってことはバフォメット心配ない、罠ゴマも心配ない。お前そういう歴か。イズーナが友達になってやろうか。ブルドマンテ一旦ブラマ切って、これ C5 来たらだるいよ。やめろ、 A3 であれ、まあ、A3 打つ場合もフェールノートとか来たら結構やばい。うぅぶえ。まあでもこれは一応シェム切りやるけど、キマ、あ、ランタイはいいよ。まあ、これ D2 から芝木に行ける手駒じゃないんで角から行く。こっちキャラゴマ3体か。 E6 とか打ってきそうな雰囲気もするな先に。いや、どうやろう、どうかな。一応シェム張ってるとはいえ、ウィーブはやばい。やめて。あー、やっぱそうするよね。これ出かけない、入ったら出かけるか。入りそう、入った、いらっしゃいませ。あー、これ出かけるか。これ出かけって、ちょっと一回ワンパン入れます。
回これ火力出して相手の C5 を縛ろう。これで相手多分 C5 打ちにくいでしょ。で C1 打つ場合、俺あのブラダマンテのコンボが通るんすよね。それで回復入れてみたいな、守護でコンボ入れてみたいな、あとロック体制も整う。おおマイヤーエアエアかも。痛すぎ。もう守護切ってワンチャン耐えないからちょっと死ぬ。あー賞味期限切れてる、賞味期限切れてる。はい、いやさすがに単体4000強すぎか。おいお前コンボ1000ずつ上昇はやべえな。頑張れ頑張れ。いやグロブエゾ強すぎだろグロいって。いやでもデカから切ったのは良さそうだったな。エア引いた時に勝ちに持ってきたし、うん、多分エア引いたら今いけたかな。 1.7 倍乱体込みどうだろう。まあ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 ナイスチャレンジですね。デカから切ったのは間違いなく良かった。まあ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 。よく使うとき暗流？え、ちょ、これ紙単一回当たんないならさすがにちょっと今日の補正疑うぞ。試合やないかい、試合やないかい。めちゃめちゃ他人、暗流の反対に位置する、めちゃめちゃ他人だぞ。家庭用と業務用ぐらい違うぞお前。逆だぞ。おー危ね。まあ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 、オッケーオッケーオッケー。さあシアンとラニどっちが家庭用なのか業務用なのか勝負しようぜ。まあラニの方が家庭用かな。ラニって結構誰でもね、なんか手に入りやすいイメージあるから、この家庭用デッキで活かしてもらうぜ。業務用には負けないよ。さあ金馬いきます。あーちょっと待って、これ金馬に、金馬はちょっと業務用感出てきちゃった。まずい、ラニから金馬は業務用感ある。よしよしよし、あーバンシー入れてんだ。はい、うーんうんうんうん、バンシー取ろっかな。いらっしゃい、ういブラダマンテ。一応ロック警戒しときたいんでブラダマンテで2枚返しいきます。あとはまあクラリの火力もね、自分のキャラゴマ2枚置いてからの方が出るんで、よし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 、いい感じいい感じ、これいい感じです。うわグノキだ、これどっちしようか。オッケーそこ取ろう。よしよしよし、まあまあいいでしょう。コンボなんてなくて、うわー来たー、エアちゃん。オッケー、まあちょっとロック怖いぐらいか。でもこんなタイミングロック打たないでしょ。避けられたら終わるって相手は考えるはず。うえーマジか、張り合ってくるか俺に火力で、俺に火力で張り合ってくるだと。なあ生かしてもらいます。ういおいしょ、これフレーム警戒した方がよかったかな。あ待て、でもこれよく考えたらあれじゃん、フレブに対してイズーナ強いんちゃいますか。でもフレブ持ってたら今打つか。おう、まあでもこれ勝ちだろ。 1.9 倍ぐらい出せるってことでしょ。ういきたー、よいしょ、ういーナイスー、いいっすね。オッケー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 。今回入れてないけどイズーナあれですね、物理のダメ、あの通常攻撃がちょっと上がるんでスキル発動の時ね。だから祭りのコンボとかとも一応軽く、相性はいいのか。物理をちょっと高い状態で特殊ダメージをなんかポンって出すみたいな感じだから、そういうなんかコンボを通常攻撃依存特殊ダメージともね意外と相性いいですね。物理ダメージ上がるからね。よし、だからもしかしたら祭りとコンボするときはデガより軽く出るのかもしれない。おっとヒュープ来た、
まあちょっとその辺の計算とかいちいち考えてないんですけど、てか神玉こんな来ないんだ意外すぎだろ。おーい来たー、ショーテイズな火力出せないやつ、ショーテシムキリも打ちづらいやつ、ショーテ悩むやつ、いやしゃーなしシムキリだな。まあいいさ、シムキリの役割は俺次に金馬引いて引き継いでもらうから、金馬引け。金馬来い、金。あーまずい、まずい、まずい。はい、まあ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 、まあ、一回濁すか、一回濁すわ。ほい、ナイス。まあ、でもランタン引いてんのマジあっち。エア引いたらイズーナ手放さないとな。オッケー、 B6 ね。まあ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 、つんよ、ほんとやってること。はい。お、ときめ、いいっすね。あー、いいっすね。めちゃめちゃいいっすね。オッケー。で、これは、いやートゥールラとかあると嫌だな。まあでもそんなんあんま考えないほうがいいっすね。なんか S 引かれてたらとかそういう場面じゃなくね、とりあえずやる、自分のやることを押すっていう場面。あー本当に引かれてた。おおマジか、そっからゴリ押ししてくんのかお前、まずいよ。うわこれどうしよう。でもトゥールラ今コンボ弱いんだよな。あーこれ角からいくか。よしやってやるよ。 S3 枚切った。こういう時祭りめっちゃ欲しいでも金は手駒にないしな、しゃあないな。 OK 待てるね。いた、いてー。コンボ2400、ちょ回復しすぎ、熱い。いやこの金馬激アチ、これ激アチです。で警戒しないといけないのはイグナーツだな。多分イグナーツ入ってそう。あのマーテル採用してんのか。神探説ある、いやないか。神探説したらもっと HP 高いよな。299はさすがにまずく入ってんな。うわエア引きたい、エアエアエア。あーダメか、ちょ待てよ、ちょこれマジ ガチシンキングタイム。相手キャラ5枚5枚カット込み 7.5% 削り。これ D6 から B4 飛ばせに行けると思う。さすがに無理か、いやきつ。一応こうしとこ、きついな。右上 X 打ってくるだろうな、おそらく。相手から飛ばされることは多分ないと思うんですけどね、金も張ってるから。いやただこれ、いやイズーナでもちょっときつい気がするな、乱体込みでも。うわめっちゃイズーナ強いけど回復ずらずらずらってかずるうわしかもそれ引いてんのかまずいよ。ちょっと待って一回考えよう、ちょ一回考えよう、一回考えよう。いやでもこれさすがにマーテルの動線あれ潰さないとダメでしょ。で今トネルム F3 切った場合、うわーきつー、でも行くしかねえな。めっちゃ強いけど、めちゃめちゃ強いけど、頑張れ金馬も。お前にかかってる、出が耐える、出がは余裕で耐えるな。バイセきついかー。 S 何枚切った、相手4枚切ったな。でシールド結構切った、ロックは考えた。あーバイセやっぱあるか、危ねえ。最強やっぱ金馬最強です、カモン。あぶねえ、ナイスイズーナ、ナイス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 、あぶねあぶねあぶね。やっぱ金馬最強です、お前が一つ、お前が最強です。いやーいいっすね、あのデバフに対してイズーナ火力出してでギリギリ飛ばされない。で買わず怖え、マジで買わず怖えわよーし次イラストにするか。あーでもめちゃめちゃいいね今あの、あの S 連打を、あの S 連打さばいたのはでかい。よしよくさばいた。
で、神タンが全くいないというね。マジでどうなってんの別に来てって言ってるわけじゃないけど、なんかリーダー使用率トップ5がマジで信用できないんだけど。 30% 超えてたんだよ。なんでこんな外すこれトレルムのトネルム置いてときめ着地を狙おう。ラリーか。まあ、今日の補正のラリーなんで金マモンは濃厚かも。おう、エクレル。おお、使いやすそうですね。あ、ブラドマンっていいっすね。ほい。オッケー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 。今のところ悪くないですよ。手駒回り、ときめもある、グイリもある。めっちゃ考えてる。そこでコロネってことは他に変を着せる駒はないって感じか。はい、ランタイ。やっぱそうなんだ。今日ランタイ率高くね。今日何日だっけ。1月21。今日さてランタイの日か。あれ22だっけ、どっちだっけ、忘れた。21だよな。えー、シモキラやってくると。まあ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 、あー、はい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 。これとりあえずこっち行こっかな。なんか X 祭りだりかなと思って一応こっちにしといた。あ、まあね、祭り持ってたら祭り打つか今のタイミングで。わかんないけど、まあ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 、オッケー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 。で、はい、よし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 。でこっち行って、あー、でもこのタイミングでの X だるいな。まあ祭りもんだったら祭り打つよな、もっと早く。いや、 D2 来るかな。 D2 で削りながら説ある。あー、よかった X 来なくてラッキー。危ねー、これ X ってか祭り持ってたんかい。あ、マジで危ねーな。俺ちょっと今日やばいな、全然冴えてねー。いや、これでエアとかなんかでもエア持ってそうじゃね。あの手駒の動き、これエア持ってそうじゃね。 F4 コロネからの H、 あれはアシタルだった。危ねえ。おい、全然ときめ発動しないやんけ。神田もっといると思ってたのによ。イズナカーモン来た、イズナ来た。でもこれさ、え、これエアのチャージ貯めてるかどっちかわかんねえ。一番右か、これチャージ貯めてるかどうかわかんねえ。まだランタイ引いてないでしょ。いや、これ火力出すわ俺。デカ耐えれるはずなんで。耐えれるよね、金マコミだと。祭りのバフだとあれだったら、え、わかんねえ、耐えれるよね。これ一番右からエア飛んできたらジジ。あ、よしよしよし、読み合っていく。あぶねえ。おい、あぶねえ、怖かった。でも F2 から打ってもな、相手のキャラ減って次飛ばせないから、もう俺は2段で飛ばしに行く方向性できました。危な危な危な。え、動かれてよかったかな、俺ランタン引いてたし。まあ、でもイシタル引かれてたから逆に D5 から打ってよかった説はある、わかんないけど。よーし、危ねえ、怖かった。危ねえ危ねえ。よし、でもめっちゃ勝てたね。ってことで、イズナ入りコンゴでしたね。普通に勝てた。てか、金馬がめっちゃ強いっすね。もうマジで今、環境強い、金馬。うん。あの、やっぱ、神ターン強いし、ま、もうとりあえず、ほとんどの相手に刺さるんで、強いっすね。なんか、今日の補正、特にメルベとかもいないんで、でメルベやっててもコンボ強いんで、あの万能っすね、この駒が。で、あと、イズナもちゃんと活躍しましたね。結構、あの、デバフ、ヒュプノスとかから飛んでくるリポーズに対して仕事できたんで、まあ、よかったかなと思いますね。まあ、悪くはないっすね、全然。入れてあげてもいい。うん、今日みたいに火力の高い補正、神のアタックが高い補正とかはありかなって思いました。よかったら使ってみてください。ということで、この動画面白かった方は高評価、チャンネル登録お願いします。もっとね、神タン来ると思ってたんですけどね、この使用率なのに、全然来なかった。ときめとか活躍させられなかったんですけど、まあいいでしょう。ということで、お疲れ様でした。サンドラボイバイ。